はい、さあ、グッドモーニング。始まりました。日記の島ハーフラディオということで。今日もね、読タたんそから、ま島ハーフの日記が、どんどんおしゃべりしていこうかなと思っております。今日もですね、どんどんメール募集しております。メールアドレス。fm786-at-fm4mitan.co.jp。fm786-at-fm4mitan.co.jp です。 どんどんメールの方よろしくお願いします。そしてですね、あのー、こちらのラジオと映像の方をネットでも流してますが、ユーストリームですね。まあ、あの、そちらの方で見てる方、まあ、そのままあの、ネットで、フェイスブックであの、僕にあの、メッセージ送ってきてもらっても、そっちの方がやりやすいなとっていう方ね、それでも全然 OK ですのでよろしくお願いします。シマハーフ、スペースニッキーで検索していただくと。はい。ハーフじゃない頃の僕が出てくるんでね。はい。<laughs> そちらの方でお願いします。そうですね。 あの写真みたいな、なんか懐かしいなという感じはね、だいぶしますけども、まあ、丸坊主時代の僕ですけども、そちらの方でもメッセージどんどんよろしくお願いします。今日もですね、オープニングアメリカの曲流していきたいなと思っております。こちら、アリアナ・グランディベイビー・アイ。 はい、聞いていただきました。こちら、アリアナ・グランデの Baby Eye という曲でございます。はい、アリアナ・グランデ。まあ、あの、とても若いね、アメリカで、まあ、すごい活躍しているアーティストの女子なんですけども、まあ、21、2歳ぐらいなんじゃないですかね。だいぶ若いですが、はい、これからどんどん売れていくと思います。はい。まあ、もう特に売れてますけどね、特に。はい。まあ、あの、第二のマライア・キャリーって呼ばれてるらしいですよ。巷たでは。僕はま知らないですが、そう呼ばれてるらしいですよ。まあ、そういうぐらい期待のね。 星の、はい、アーティそれで僕もちょっとおしゃべりしていきたいなと思ってるんですが、まあ、先月とある、えー、イベントに出演しましてそれはあの HY の参、はい、りますよねあの歌手のグループの沖縄出身のすごい有名な HY の,あのスカイフェ c スというイベントに出演したわけですよ これなんでの僕が出たかというと、はい。なんでニッキーね、日記がね、HY の、HY のイベントでなんで日記が、しかもこのイベントが、あの、うるま市を盛り上げようという、はい。HY があの、うるま市出身なんですよね。で、この地元を盛り上げたいという思いで作ったイベント,ベントで、なんで日記が HY に、しかもなんで日記がうるま市の、はい。こんだけ読みたん読みたんって言ってる日記がね、読みたんラジオで喋ってる日記がね、なんで、 H1 のイベントに出演したかと言いますと前あの関西の番組がありましてその関西の番組で H1 が出演したんですよその出演した時になんか関西の,その番組のスタッフの人になんかおすすめなものとか気になるものとかありますかみたいな質問を聞かれてその時にあの最近まあこれ3年前のぐらいの話なんですけども最近なんか沖縄にな日記っていう芸人がハーフの芸人がいるんだけど彼のことすごい気になってると はい、いう話をしてくれて、その関西の番組に僕、呼ばれたことが一回あったんですよ。はい、で、そこで一回ネタをね、関西の番組でやりまして、前向きはあのー、AKB48 のリーダーの高みなさん、いますね、高みな、いますけども、高橋みなみさんですね、はいまあ、あの最近、解散しますという宣言した高みなさんですけども、AKB を、と、あとゲストで、槙、あのー、原紀之,之さん、当たってる槙原紀之さんですね、マッキーですよね。 来てたわけですよ。の前であの、ちょっとネタをや、できるというね。前一番のメンバーもみんな言いまして、の前でネタができるというチャンスがありまして。まあ、そこでネタをやって、まあまあ、その時はね、いい感じで、まあいい感じで受けまして。はい。まああの、マッキー、マッキーさんの前で、あの、僕アメリカですけど、股間はジャパニーズサイズですっていうネタをやって、すごい喜んでくれたっていうね、まあ、ことがあったんですけども、はい。それ気になってたんだよねっていう感じでね、マッキーさんが言ってまして、はい。まあその部分は全部カットになってましたけども、っていうのがありまして、でその時に、ね、僕すごい嬉しくて、 あのこのこ関西の番組にね、呼ばれて、はい HY のみんなにはもう、すごいもう感謝をしてるわけですよ、僕は、ニ期はですね、感謝をしてるわけですよ。で、なんか僕もちょっと手伝えないかな、盛り上げれないかなということで、まあ、たまたまネットを見たときに、HY がこの地元を盛り上げるイベントをやると、はいで基本、こうボランティアでね、やっていると、でこんなここすごい熱いイベントだなと、ねこんな地元を盛り上げるイベント、素晴らしいなと思って。でこの HY のメンバーのみんなに僕ちょっとこう応援してもらったんで逆に僕がね何かできることはないのかなと思ってはい僕がこう盛り上げてこう手伝えることないのかなということで僕からあの声かけてぜひ何か僕ができることがあったらあのお願いしてくださいとということでまあステージに出演して僕はちょっとネタをやるっていうのがあったんですけどもはいであのどういう感じで出るかといいますと僕が最初出てまあ 来ている、まあ、お客さんのみんなに,の拍手に拍手をしてもらってその拍手の量で僕はどれぐらいネタをやるか決めるってどれぐらいの時間ネタをやるか決めるとでそこでネタをやって盛り上げてその後とにうるま市、あのキャラクター、はい、伝統誌「ウルマ伝統誌「ウルマっていうキャラクターと投球、えー、選手「ワイド」っていうキャラクターがいるんですがそのキャラクターが出て3人で、まああのえー、いろいろ、まあ、ななんか寸劇をするっていうね、はいはいまあ、緩い寸劇をするっていうね ま下りだったんですけども最初、ネタでりま4分かなぐらいの話をやってまして、お客様は拍手をしたとしてもしなかったとしてもま4分ぐらいかなみたいなね話をしまして、で、一回僕出まして、ネタをやったわけですよ。ネタをやってちょっともう楽しくなっちゃって、4分ぐらいって言われてたんですけど、楽しくなっちゃって、8, 8分以上も10分ぐらいやってたのか分かんないけど、楽しくなっちゃって、だいぶやったわけですよ。 で、その後、まあ、HY のメンバーもね、横で見てたんですけども、まあ大丈夫かなと思いながらね、ちょっと顔の様子を伺いながら、表情様子を伺いながら僕はネタをやってたんですが、まあ全然喜んでくれたんで、顔,顔がそんな感じだったんでね、笑ってくれてたんで、まあいいかなと思って長めにやったんですが、で、その後に、えー、ネトシン・ウルマーとワイドとの緩い絡みと寸劇がありまして、はい。どんな感じかっていうと、まああの、最初、えー、僕はネタをやりすぎだと。 ね、やりすぎで,で途中であの僕,の後の僕の出番の後がウルマが登場するっていう、ねはい、僕はネタをやりすぎるからウルマが登場できないと,ということでウルマが乱入して僕になんか文句を言ってくると、ね、で文句を言ってきてでなんかウルマが、ね、いろいろかっこいい動きとかやったりして、まあ、盛り上げるとで僕がそこで、えー、僕も、ね、悔しいからなんか盛り上げれるぞと、ね、で僕がここでうちなぐ事をなぞなぞ出そうと。 僕の特技、内なぐちなぞなぞを出そうと。で、出して、ウルマーが答えれないと。で、答えれないから、今度は、ワイドが出てくると。で、ワイドが出てきて、こう、二人、ウルマーとワイドで協力し合って、なぞなぞを出して、僕が、あの、なぞなぞを答えられたみたいな感じで、もう帰るっていうね。はい。ゆるい感じでしょ。ゆるい感じでしょ、この。このゆるい感じでね。まあやっていったんですけれども。はい。で、まあ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 なんだかんだ、こう、お互いいじりつ,つがありまして、ウルマーもワイドもいじりつつがありまして、 で、まあ、良かったかなと。はい。で、まあ、そんな感じで、まあ、ステージには上がったんですが、はい。そうですね。まあ、だいぶ、まあ、お客さんもいっぱい来てまして、まあ、僕の部分では、まあ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 、まあまあまあ、まあ盛り上げれたのかなと。はい。まあ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 、盛り上げれたのかなという感じですね。はい。まあ、イベントもだいぶ盛り上がって。で、嬉しいことに、最後もね、ステージの方、ちょっと上がらさせて、 もらいましてはい。ステージの方が上がって、ちょっとまあ、最後はね、一緒にみんなで歌って、まあ終了するという、まあ感じだったんですけども、すごいっすね、だいぶ人、あ、うるま市の人も、だいぶ、だいぶの割合の人が来てたんじゃないですかかなりいっぱいの人が来てたんで、はい。ぜひもう、読みたんでもやりたいっすね。の読みたん盛り上げようみたいなイベントとか、ね、歌のイベントみたいな。読みたんの人たち、 だけでやるみたいなのを、ぜひやりたいですね。はい。ぜひぜひ。ということで、ここでちょっとあの、Facebook でメッセージいただいてるんですが。はい。こちら。えー、ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。ニッキー,グッーグ、グッドモーニング、はい。えー、HY、スカイフェス、見に行きましょう。ありがとうございます。来てくれたんですね。嬉しいですね。はいニッキさん、ステージの上、だいぶ盛り上がってましたね。えー、ニキさんのとてもハイテンションな感じ、とても良かったです。えー、その後の、 でウルマーとワイドとの、えー、トークもとても楽しくて、えー、ぜひ、次回もまた遊びに行きたいです。はい、ありがとうございました。ゆきさんからいただきました。そうですね。まあ、あの、ウルマーとワイドのトークって言っても、ウル,ダウルマーとワイドは、あの、喋れないシステムになってるんで、はい。そういう構造になってるんで、まあ、一緒にトークっていうか、あの、動きでね、この、あちゃ、こう、動きで、こう、掛け合いをしてくれた感じなんですけども。でも、 ワイドはちょくちょく喋ってましたけどもね、はい、喋れない設定らしいんですが、もうちょくちょく喋ってましたけどね、はい、あのマスクに声がだいぶこもった感じで喋ってましたけどもねずっと、はい、みたいな、ずっと空気はこうこもってる感じでも喋ってくれましたから、もうそこだいぶ盛り上がってましたね、はい、そうですね、ちょっとだいぶハイテンションな感じでステージに出たんですが、あの結構ね外のイベントで何が大事かっていうと勢いなんですよね、ま中だとね。 みんなこうたの中だとこう注目してくれたりするんですけど、外だとね、ちょっと声が広がってしまったりとか、ダイレクトに伝わらなかったりする部分があるんで、ここでステージの上では、もうだいぶテンションで、もう押し切らないといけないなと思いまして、はいとりあえずステージに上がってもうハイテンションで行ってね、お客さんとこ話しながらっていうね、感じでやったんですけども、まあ,あのフェスなんで、みんな基本、盛り上がりたいっていうテンションで来てるんですよ、向こうは。 で、僕が面白いことを言おうが言わないが、盛り上がれーみたいなことを言えばもう盛り上がってくれる感じなんですよ。だから結構こうみんなね、盛り上がりたいけど、どこで盛り上がればいいのかなみたいな感じのテンションだったりする人が多いんで、その逆にこの盛り上がるところ、ここだよっていうタイミングをね、ここからこう提示してあげると、盛り上がってくれるんですよ。今だよ拍手とかね。 もうそんなシンプルなやつでいいんで、もう拍手もっともっと、もっと盛り上げて、もっと拍手みたいな、はい、もうこんな感じでね、もうどんどん言うと、もうみんなこう盛り上がってくれるんで、はいまあ、ネタがもう最悪全然受けなかったとしても、滑ってたとしても、もう最後に、まあ、拍手で盛り上げてっつって、もうちょくちょくもあの拍手するポイントを入れれば、盛り上がってた感が出るんでね、はい、終わった後日記あと2期、すごいあの盛り上がってたよね。 っていう感じは出るんで、はい、面白いか面白くないかどうかとして、まあ、盛り上がってたよねっていう感じは,そうは出るんで、はいまあ、それはそれでまあ外での時は僕はそれで言ってますけども、はい、そういう意味でのもハイテンションな感じでは、まあ、言ってますけどもね、はいまあ、ゆきさん、はい、h y スカイフェス来てくれてありがとうございます次はなんか2年後ぐらいになる予定ですね、はい、2年に1回やるみたいなシステムらしいですよ ぜひ次回も遊びに来てください。うるま市でやると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でこのあと CM に行きたいなと思っているんですが、えー、どんどんメール募集しております。メールアドレス、f m 7 8 6 f m 4 m c o j p です。よろしくお願いします。今日のコーナー、まあ、最近やってます、映画のコーナー。はい 自称、まあ、映画大好き,大好き芸人2期が映画の話をしたりするコーナーもこのありありますのでそちらの方も楽しみにしていてくださいではここで一旦コマーシャルタイムですどうぞ はい、お送りしております。日記の島ハブラジオ。はい、さっきもですね、コマーシャルちょっと流れましたが、FM 読ミ,ミタンの、はい、曲を集めました。FM 読ミ,ミタンテーマソング78.6、こちら発売してますので、ツタイヤ読みソン店ですね。ツタイヤ読みタン店、ツタイヤ読みタン店内にて販売しております。ぜひぜひ皆様、こちらの方、お買い求めください。では、ここで日記の映画コーナーに行きたいなと思っております。はい、僕がですね、 まああの自称映画大好き芸人だということでまあ映画をねど,んど,んもうどんどん見てるんですがまああの僕がいいなと思った映画を紹介していきたいなというコーナーでございますまあなんですけども僕の,あの事務所の f シ c の社長山下智文治さんがですねあのとても映画が大好きなんですよもうとても映画に詳しいですしまあ沖縄の芸人の中でも元祖,沖縄あ元祖映画大好き芸人だと。 思っています僕、友枝さんのこと。あの実は友枝さんの番組であの映画のことを話す番組をやってるんですがそこでですね僕はあの映画大好きだよっていうのをどんどんアピールしてたら友枝さんがぜひなニッキーもあのちょっと来てみてと言われまして、はいまあ、あのニッキーが、ね、どれだけ映画のことを好きなのか分かりませんが、はいあのまあ、ちょっと、ね、まだ友枝さんに信,信,用して信用されてない部分もあるんですよね。 こうある程度のすごいハードルがあると思うんですよね。まあ本当に映画は大好きで映画詳しいですからトムさんで、まあとりあえずこの番組に来てみて日記はどれだけ映画が好きなのかっていうのをね、ぜひその番組内でま言ってほしいと。で、そこで今年見た映画をもう一覧にしてね、今年映画見た映画,見た映画をこうリストアップして、それを紹介してと。で、その中で日記はいいなと思った映画ベスト5を、もしくはベスト3なのか、まあ、ベスト ベスト映画を紹介してしててほいっていううに言われたんですよなので、まあ、今週ですね、まあ、今年いっぱい僕が見た映画をもうリストアップしてきたわけなんですよで正直こうリストに書いてないんじゃないですかもともと普段からだからねあの、まあ、僕はいつも映画を借りてる蔦屋読み探偵に行ってきましてでそこでこうビデオをねこう一個一個こうしなみつぶしに全部もう見ていったわけですよ基本僕あっちからしかビデオ借りないんで もう一個一個しらみつぶしにもう並んでるやつあるじゃないですか。棚に並んでるのあるで,でしょあれで、全部長いやつ。あれをもう全部一個一個見てきて、どの映画見たのかなっていうのをもうずっともう3時間かけてね、見てきたわけですよ、僕は。じゃ見てきた数ですね、今年。何個だと思います、えー、今年見た数、えー、250本でした。だいぶ見ましたね。僕もこれ、あのリストアップした後、数数のときびっくりしましたからね。えー、こんなに見てたのかと。 こんなに見てたのかっていうのとこんなに僕はビデオを見るぐらい暇な時間があったのかなと、はい、それだけ僕暇だったのかなっていうのに僕はあの、まあ、驚愕しまして、はいまあ、とりあえずリストアップしたんですけどもまあいろ,いろありますねえー、まあ有名な映画だとイージーライダーとか、まあ、だいぶ前の映画ですけども、はい、僕の世代が見るような映画じゃないですけども色々いろいろありますねえー、幸せの教室、えー、ドラゴンタートゥーの女、はい 2、えー、人の男と1人の女、えー、バタフライエフェクトグッドモーニングベトナムヘルプライアライアイン,グロシイングロリアスバーサーチョコレートドーナあこれは映画館で見た映画ですね、えー、きっとうまくいくボディーガードこれもちょい前の映画ですね人生はマラソンだブルージャスミンキャプテンアメリカキャプテンアメリカウィンターソルジ僕結構あのアクション映画が好きなんですよその中でもマーベルのアメリカンコミックマーベルの作品がもう一番好きでね 結構見てるんですよ。X-Men とか。あとス、えー、スパイダーマンであったり。結構見てるんです。キックアスであったりね。結構見てるんですけども。あ、ありましたね。アナと雪の女王。はい。ローンレンジャー、ワールドウォー Z。結構ゾンビ映画ね流行りまして。ね、今年は。もう去年からも流行ってたのが。結構だいぶ前から流行ってるのが。結構もうゾンビ映画がブームで。はい。いろいろ見たりしてましたよ。ゼログラビティ。 まあ日本の映画も見ましたね。イ、e、エ z e ゼロ風立ち犬。はいまあ、ゴジラあこれはアメリカ版ですけども。ポリスストーリー。ジャッキーちゃんいいですね。ジャッキーチゃン、あのアクションはね。体当たりアクションはね。いいですね。アウトレージ。アウトレージ・ビヨンド。僕が初めて見たあの、あの、ヤクザものの映画かもしれないですね。アウトレージ。人モノになるんですかね。人モノじゃないのかな。あれは。まあ、ヤクザ映画では。 初めて見たんですけども、も初めて見たで、見た,な見たで、それでもすごく良かった映画ですね。はい、という感じでい、いろいろ見ております。<laughs> もし皆さんもね、あの今年見た映画で、気になるものがあったら、あのメッセージを送ってくれたらなと、まあ、思うんですが、こフェイスブックでメッセージいただいてます。はい、えー、こちらいい、タカさんからいただきました。ありがとうございます。はい、グッドモーニングです。ニ、え、キ、ー、さん、おはようございます。おはようございます。い,い 今年も僕いろいろ映画を見ました。僕も映画大好き。芸人ではないですが、いろいろ見てきました。僕が今年見た中の映画でとても好きだったのが、キャビンです。あキャビン。僕も見ましたよ、これ。はい、キャビンの映画、えー。他のホラー映画とちょっと違うテイストでストーリーをとても楽しめました。ニキさんはどうでしたか、はい、キャビン。 あれ面白かったですね。あの、ホラー映画なんです。まあ、アメリカの,のホラー映画、まあ、アメリカのホラー映画って言ったら、まあ、もう、もう血だらけの <laughs>、はい、もうぶっ殺しまくろうっていうね、はい、感じの映画なんですけども、でもキャビンはですね、あの、まあ、他のホラー映画と違いましたちょっとストーリーがね、ちょっと違うそう。ただ単に、あの、その化け物なのか、殺し屋なのか、 あの殺人鬼なのかが出てきてとりあえずもうみんなをぶっ殺すっていうだけのストーリーではないんですよそこからまた先の、ね、もう少し進んだところに、はい、またストーリーを置いてる映画なんですけどもこの映画を見てる人のね心理を、はい、映画の途中でこう伝えるような映画なんですよ例えばホラー映画をこの説明するようなではないですけども、はい、ホラー映画の,このベタなくだりとかあるじゃないですか何でこのベタなくだりをやってるのかとか そうそうちょっと切り込んだ感じのホラー映画になってるんですよそうそうそうあの。例えば、ホラー映画でね、なんで最後まで美女が残る、まあ、ありますよね、よく美女が残るのかとか、あのなんで一番最初にあのイケメンのね、フットボールをやってそうなね、あのいかついアメリカ人男性が最初にこうイチャイチャしてるやつがいるでしょ、なんであいつらが一番最初に殺されるとかね、そういうのとかをあの具体的にこう説明しながらストーリーが進んでいくんですよ。はい、この えー、ホラー映画のストーリーとまた別のところにまたストーリーが進んでてそのまた別のところで進んでるストーリーの部分でこの最初の,このホラーストーリーの部分を,これをコントロールしてるような感じになってるんですよねこの別のストーリー部分でそこでなんでこのような感じで、まあ、ストーリーは進んでいくのかっていうのをホラー映画のねこのこう当たり前な下りをなんでこんなような感じでやるのかっていうこの説明をしながら楽しくね進めてくれるわけですよ で、最後に進んでいくにつれ、どんな感じで最後が終わるのかなっていうね、あの感じですよ。どんどん期待が上がっていって、まあ、最後また楽しませてくれるっていう映画でございます。はい。あと、びっくりしたのが、あのこのキャビンという映画。あの、有名なホラーの、えー、怪物たちがいるじゃないですか。それがね、もういっぱい出てきます。はい。もう完全にあの本物ではないですちょっとあのちょっとパチモンみたいな感じで出てくるんですけど、あの中国版のあの、 あの、ミッキーマウスみたいな感じで、はい。ちょうどあの、パチモンみたいな感じでちょっと出てくるんですけども、これまでのあの、ホライアのいろんなのが出てきますね。あの、ヘル、ヘルレーザーっていうホライアありますよね。あの、顔中にいろんなのが刺さってるやついますよね。あんな、あれが出てきたりとか、そうそうそう、貞子みたいなのが出てきたりとか、はい。パチモンですけども、どんどん出てくるっていうね、はい。感じですね。後半も、 もう怪物祭りになってますね。こんなのがもう全部いっぱいもう出てきちゃって、はい、最後どうすんだよみたいな感じになりますけども、はい、あんないっぱい怪物が出てきちゃって、まあ、そこら辺はね皆さん映画見ていただいてという感じでございます。はい。他にも来ております、えー、こちら、えー、メッセージは Facebook でいただいてますね。たけるさんがいただきました。ありがとうございます。ニキさん、グッドモーニング、グッドモーニングです。僕も映画見ました。僕は、えー、毎年見てる大好きな映画あります。あー いいですね僕も毎年見る映画があるんですけどもちなみに僕はあのフォレスト・ガンプを、ね、毎年見る僕のお気に入りの映画なんですけどもタヒルさんんは何なんでしょう、えー、僕は毎年見る映画は羊たちの沈黙ですこれを見るたびにあの怖い感じが戻ってきますねまたまた近いうちにまた見ようと思っています羊たちの沈黙日記は見たことありますかとてもおすすめですはい羊たちの沈黙 <laughs> 僕,見ました僕もこあの今年見たリストの中に入ってますね、まあ、人たちの沈黙なんですけども、あのとりあえず、あのー、殺人鬼がいるんですが、殺人鬼がいて、まあ、殺人鬼をこのプロファイリングするプロファイラーの女性がいるんですよ、よストーリーの中で。で、2人の,この掛け合いがメインとなっている、まあ、映画なんですけども、このプロファイラーは、ね、あの犯人を探そうとしてるんですけども、この。 この映画の中で出る殺人鬼があのハンニバル・レクターっていうプロフェッサーが出るんですよね。 はい、あ、はい、日野島アブラジオです。はい、失礼しました。今、急にですね、あの曲が流れ始めた感じで、ちょっとまあびっくりしちゃったんですけどもはい、まあ安心してください。はい、前がトークをね引き続き話していきたいなと、まあ思っております。はい、まああの。 BGM 感覚で、ね、今の曲を聴いていただけたらと、まあ、思ってたんですが、ここで、ね一旦はいった、まあ、トラブルが起きた直後にもすぐ CM に入る感じなんですが、この,の CM の後また引き続き、えー、映画投稿していきたいなと思っております。ちなみにさっきあの羊たちの沈黙の話をしてたんですが、まああのあのー、主役の、ね、ハニバル・レクター、とてもすごい演技を、ね、してた感じになっているんですよね。まあ、この話の続きは CM の後に行っていきたいなと思っておりますでここでで一旦 CM す。 お、はい、お送りりしておりますすブラジオです、はいまあ、さっき、ね、あのメッセージで、私、えー、たちの親目、とてもいい映画というふうなあのメッセージをいただきましたが、もうこれこもおすすめですね。結構前の映画なんでね見た方いっぱいいると思うんですが、はい、とってもあのハンニバル・レクター役をやってる男性の演技がとてもすごいです、怖いです、はいね。おすすめの映画でございます。はい、もう1つ来てますあ、結構みんな映画を見てる。 こちららリサささんんかいいたたきまましおはようございます,おはようございます私も今年どんどん映画を見たんですが私のおすすめ映画は「ダークナイツ」でした今年初めて見た映画です初めてバットマン映画を見ましたまた他のバットマンシリーズを見ていきたいなと思っておりますでニッキーさんラジオ最後まで頑張ってくださいありがとうございますリサさんからいただきましたそうですね、まあ、これまでバットマン映画いっぱい出たんですが まあ、新しいシリーズじゃないです、新しい作品じゃないですけど、あのダークナイトという名前で、はい、また、えー、バットマンの映画、はい、リリースされたんですよ。これまた、バットマン、バットマンリターンとか、バットマン、いろいろありましたけども、新しくね、ダークナイトという感じで出たんですけども、まあ、あの昔のバットマンに比べて、さらにバットマンがダークになってる感じですね。まあ、原作の,あのバットマン、すごい暗いコミックなんですが、はい、バットマンは若干それを、 これまでの映画のね、バットマン、若干それをね、ポップにやってたんですけども、このダークナイトに入って、さらにはもうダークになってますね、本当にダークな、本当にダークナイトな感じですね、もう完全にもうむっちゃブラックになってるんですけどもう、この中であの、ダークナイトの映画の中で、ジョーカーが登場するんですけども、このジョーカーの演技がですね、すごいですね、頭狂ったような演技をやってる感じですね。あのこれまでのバットマンに出てる ジョーカーカ役ジャック・ニコルソンがやってたんですがあの、まあ、若干ポップであったりこのジョークを、ね、言ったりっていう感じだったんですが新しくダークナイトのこの,このジョーカーもう全然もうめっちゃもうダークもうちょもう完全にクレイジーですね完全に頭がいっちゃってるような演技をしちゃってる感じですね、はい、これはもう見ないとわかんないですこのもうクレイジーな感じは ぜひ見てほしいなと思っております。はい、ということで、まあ、映画トークでいろいろメールを紹介していきました。皆さんありがとうございます。はい、まあ、他にもね、見たやついっぱいありますけども、まあ、天使にラブソングを、まあ、これ前に見たことあるんですけども、また見直しまして、はい。この話かの、ね、僕結構見直す、映画見直すのが多くて、例えば、スパイダーマンとか新しいやつ出るじゃないですか。どんどん続編が出るでしょう。続編が出たら映画館とかで。これまでのシーズン、もう一回僕見たくなるんですよ。はい。 まあ単純に前の話全然覚えてないっていうのもあるんですけども <laughs> まあなんとなく覚えてるんですけどねもう一回見直した方がもう綺麗に覚えられるんでもう一回最初からもう一回見直しての、えー、また新しいのを見るっていう感じで、まあ、やってますがはい見る色々おすすめあります時計近くのオレンジ僕今年初めて見たんですけどこれもねおすすめですねよかったです、はい、大好きでした僕ははいという感じで色々映画紹介していきました映画コーナーでしたでここで 一曲アメリカミュージック流していきたいなと思っております。こちらお聴きください。<laughs> エリアのグランデで、You'll never know this. どうぞ。 はい、こちらの曲、Ariana Grande You'll Never Know でした。はい、聴いていただきました。今日も Ariana Grande 待ってていこうかなと思っております。はい、これでメッセージいただいてます。ありがとうございます。こちら、いただきました。Facebook ですね。えー、こちら、あ、先ほどメッセージいただきました。えー、さんからいただきました。ありがとうございます。はい。えー、ニッキーさん、映画、いろいろおすすめ。ありがとうございました。ちょっと聞きたいことがあったんですけど、ちなみにニッキーさん、あの、 よくアメリカンハーフというふうにまあ言うんですがそのアメリカンハーフ独特のくだ、えー、りというか、えー、ワードであったりアメリカの商品を紹介するであったりそういうギャグとかあったりするんでしょうかぜひ、はい、あったら聞いてみたいです、はい、ということで滝さんいただきましたありがとうございます滝さんから、はい、あのニキラアメリカンなところ出してほしいという、ね、メッセージをいただいたんでしょうか滝、はいまあ、さんはまあ,あの 結局僕はアラジオ始めたときからちょくちょくメッセージを送ってくれたんですけども、はい、なんでいきなり今急にこういう感じのメッセージが来たんでしょうか、はい、どうしたんでしょうか急に竹さんあでもありがとうございます、はい、もうアメリカンなもっと欲しいんですかね僕のアメリカンな感じをもっと欲してるんですか竹さんもっと僕のアメリカンなでもそうですねアメリカンなからでも最近ネタでやることはないーハーフな感じはありますけどもアメリカンな感じはないかもしれない最初の頃は あのアメリカンギャグを言ったり、みたいなアメリカンジョークを言ったりするみたいなのはあったんですけども、まあのハーフアラルって言って、このナイスハーフっていうポーズを決めてね、やるっていう感じでやってますけど、最初の頃はあのナイスハーフじゃなくてナイスアメリカンって言ったんですよ。でもハーフアラルじゃなくて、あのアメリカンジョークを言ってナイスアメリカンっていう感じのことをやってたんですよ。最初は。そうですよ僕はね、アメリカンジョーク言いますってって、アメリカンジョーク言って、 まあ、一下り滑った後に <laughs> どんなポーズだったかなグー一応親指を出してグーっていうポーズを出してなんかなんどんなかな親指を今のナイスハーフのポーズとは若干違ったのかな胸もうちょっとなんか胸,胸に向けてみたいな下から両サイドから、ね、指をこう上げて胸になんかボディービルダーのこのムキムキなポーズを取るみたいな感じありますよね。 下拳を下から上にこう胸に上げていくみたいなポーズありますよね。親指を,それを突き出したバージョンでこうナイスアメリカンっていう感じでやってたような覚えはありますね。ポーズ綺麗に覚えてないんですけどももともとはナイスアメリカンでした。ナイスアメリカンでそのアメリカンジョークの部分があまりにも受けないと <laughs> あまりにも受けないのとあまりにも分かりにくいということでそこの部分を完全に変えまして。この システムだけ残してね何か言ってナイスアメリカンっていうはいこのシステムだけ残して徐々に変わっていってでハーフアラルを言ってナイスアメリカンっていうのはちょっと違うなと思ってそれよりナイスハーフだなっていうことでまあハーフアラルを言ってナイスハーフっていう感じに変わった感じだったんですけどもはいまあそういう意味では最近全然アメリカンなことは言ってないですねどんどんもっとアメリカンなボキャブラリーをね増やさないといけないのかなという風うにまあ思ってるんですがそうですね アメリカンなくだりただアメリカの商品を言うみたいなのもいいかもしれないですねえ例えばピレトリンとか,なんか沖縄にあるアメリカンなものみたいなピレトリンに関係するネタをやったりとか何ですかねピレトリンなんか害虫を殺すじゃないですかピレトリンってなんだろうえ沖縄害虫というかこの嫌なものをね 退治するみたいな、ね。だから嫌なものを言ってその後ピレトリンをステージの上でチャーカー系するっていう。<laughs> はいチャ,ーチ,ャーチャーフ系するって。いう。めっちゃもうピレトリンをそこら辺にスプレーしまくるっていう。はい、そうですね気分悪くなりそうですねピレトリンあ。あれ毒ですからねあれ。あれもう虫どころかちょっと大きい 動物ネズミとかも昔あれで殺してたみたいですからも、はい、退治してたみたいですから <laughs>、はい、ちょっと危ないですねそれは他のものえー、えー、レーズン箱,箱詰めされてるレーズンってあれアメリカっぽくないです沖縄っぽいしアメリカっぽくないですかこれなんかできますかねレーズンレーズンを箱に入れていくネタレー,ズンレーズンを なんか箱に大量に突っ込んでいくネタっていう。はこ、い、れ却下ですね、これ、はい。そうですね。面白さが分からないですね。んか、ななんかいなんだろう。めっちゃいい。もうレズンがいいや。もうレズンがいいや。他のもの、なんかアメリカンのもの。えー、ダブルダブルミントガームって,、はい、あアメリカって。沖縄っぽいし、アメリカっぽくないですか。ダブルミントガーム。ダブルミントガームをどう使いましょう。ダブルミントガームを。 ガム噛んで、かんで、ネタ中に噛んだら、こうね、言い間違ったりして、噛んだらダブルミントガムを噛むっていう <laughs>、これ、どうぞこれちょっと、僕、これちょっと気に入りましたね。はい喋っていったら、噛んじゃって、ダブルミントを噛んで、余計喋りにくくなって、また噛んでいって、どんどんダブルミントガムを噛んでいくっていう、で噛んで噛んで、最終的にはもう喋れなくなるっていうネタはどうでしょうか。はい 僕は考えたダブルミントガムネタ。これちょっと次のステージで、はい。次のライブでやっちゃいましょうかね。ダブルミントカム。このダブルとも何か,か,から絡めたいですね。ダブル、ダブル、なんですかね。まあ今思いつかないですけども。はい。そうですね。まあ噛んだらガムを噛んで、よ計噛んでいって、まあ、最終的には喋れなくなるぐらいガムを噛むっていう。これいいんじゃないでしょうか。はい。はい。あとなんですね。 キャンベルスープとかありますねアメリカンのもの沖縄にあるアメリカのキャンベルスープキャンベルスープ缶詰に入ってますよね何だろキャンベルスープ早,早開け、はい、あの缶詰開けるやつありますよねこうクイ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 ッと開ける回しながらクイクイッと開けるやつどんなあれでもめっちゃキャンベルスープをもうめっちゃもう早く開けていくっていうめっちゃ めっちゃもうなんかこれギネスとかに登録できそうですね、これ。めっちゃ早く開けれるようになったら、キャンベルスープ。缶詰明け世界一。キャンベルスープ開け世界一。缶詰明け世界一はもういそうじゃないですか。ね。いそうだから、まだいないところを攻めると、もうすぐ記憶取れそうじゃないですか。ね、あっちは缶詰明けで世界一だけど、うちはキャンベルスープの缶詰明けで世界一だよみたいな。<laughs> より細分化させていってね。 あっちとはちょっと違いますからと。はい、で缶詰明けの世界一の人が、まあ、1分に50個ぐらい開けたとしても、キャンベルスープ明け世界一は1分20個だったとしても、はいけますから。缶詰の数的にはあっちは多いですけども、開ける数。でもこっちは、あっちは缶詰ですから、こっちはキャンベルスープの缶詰明けですから。はい、キャンベルスープとしての数明けでは、こっちあっちは50でこっちは20ですけど、こっちの方が多いですあっちは缶詰ですから。ちょっとジャンルが違いますからね。 はい、野球とソフトボールみたいな、ちょっと,ちょっと違いますから。はい,っていう感じでね、はい言っちゃいましたもうお笑いじゃないですけども、ここから来たら。もう挑戦ですけども、ここまで来たら。と、はい、いう感じですね。どんどんアメリカのね、はい、ネタを増やしていけたらなと思っております。はい、武井さん、ありがとうございました。メッセージいただきました。で、ここでコマーシャルタイムに行きたいなと思っております。その後告知タイムでございます。で、ここでコマーシャルです。どうぞ。 はいお送りしております日記の島派ブラジでございますここで FM 読壇からお知らせさせてくださいまずこちら交通安全クイズのお知らせです年末年始交通安全県民運動実施にあたり今年も交通安全クイズを実施しますクイズの出題は12月21日日曜日から12月26日金曜日の1週間1日1問朝昼夜の3回 クイズを出題します。クイズの回答用紙を FM 読みタンとカデナ読みタンのコンビニエンスストア駐油所にて配布しますすべてのクイズ出題後 FM 読みタンに設置された投函箱に30日までに投函してください全問正解者には抽選で豪華経意品をプレゼントクイズの回答と抽選の発表は年明け1月3日 FM ミタンの新春特番内にて発表ラジオインターネットをお聞きの皆さんさあみんなで交通安全クイズに挑戦してみましょうぜひチャレンジしてみてくださいはいあと他にもありますねあ今年も行われますはい新、えー、ビチ映画祭です第5回新ビチ映画祭結婚式映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせです おめでたいからこそ目立ちたい第5回新潟映画祭今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭での会場で行われますただいまエントリー作品を募集中あなたの持っている結婚式映像予興を10分以内の DVD にまとめ FM 読み旦までご持参ください家族のエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が 第7回、沖縄国際映画祭の予選会場にて上映エントリーは2月28日までの締め切りとなっています詳しくは新淵映画祭、えー、95878629587862までたくさんの応募お待ちしています第5回新淵映画祭映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせでした、はい、もうこの時期になるんですね、はい、あっという間です、もう一年ですよ はい、ぜひ、こうゃリブちゃ、入り口映画祭、まあ、披露宴で使った映像がある方、まあ、気軽にね、あの連絡していただいて、参加してくれたら嬉しいです。あという感じでございます。ここでメール来てます。紹介させてください。あありがとうございます。こちら、いただきました。メッセージ、た、え、け、ー、さんからありがとうございます。竹さん、今日はおおでフ Facebook で送ってくれて、ありがとうございます。えー、にきさん、えー、今、 ハーフサンタというサンタクロスが来てますが、ニキーさんはどう思いでしょうこれからクリスマス、やっぱりニッキーさんはアメリカンに楽しむんでしょうかでは、クリスマスも楽しんでということで、瀧さんありがとうございます。そうですね、そろそろクリスマスということで、はいまああのー、ハーフサンタという方がね、今、沖縄に来てるみたいで、あのー、沖縄のデパートと、ね、コラボをして、まあ、そこの商品を、ね、ハーフサンタということで、今半額で。 まあ半額、そのハーフサンタ出してくれて、あとの半分はお客さんに払ってもらう感じになるんですが、半分の値段を負担してくれるという素晴らしいサンタクロースが来てますね、ハーフサンタでございますけれども、ちょうど僕もちょっとあのハーフサンタのことは気になってまして、ハーフサンタっていうサンタがいるらしいよという話は聞いてたんですけども、で、ああやっぱね、ハーフっていうね、言葉を沖縄で使う以上、やっぱね、僕をちょっとやっぱなんか通してほしいなみたいな。 まあ思いはね僕はあったわけですよ。はいまあ、僕がハーフ沖縄のハーフの何かっていう、ね、風に言われるとまあ何も言えませんが、まあ、やっぱり僕には何かね言ってほしいなっていうのはありつつ。でねこの前あのたまたま会ったわけですよ <laughs> ハーフサンタに。まあ、沖縄のいろんな場所に来てて、まあ、外国人なんですけどもハーフサンタ自体は。まあ、過去半分サンタ半分バカンス中の男の人みたいな服装で、まあ、いるハーフサンタなんですけども、まあ、沖縄のいろんなところに行って、まあ、いろんな人にこのハーフチャレンジですね。 えー、このでも、デパートでこの半額で買えるっていうのはみんなじゃないんですよ、よ、えー、欲しい商品、欲しいプレゼントとかをね、あの用紙に書いてもらって、そこから抽選で選んで、その方の半額、プレゼントを半額、ハーフさんとか払ってくれるというようなシステムで、はい、このハーフチャレンジをやってるんですが、またまたまうちの事務所、FEC に来まして、はいまあ、芸人がいっぱいいるということで、なんか、面白い話を聞きに来たんじゃないでしょうかね、ハーフさんとか、来て、いろんな人にね、プレゼントをお願いしますみたいな。 感じで来てましたけども、はい、相変わらずハーフでしたね、ッコもハーフで、はい、いざ出会うとでも僕もね、やっぱ僕も沖縄でハーフやってるんで、僕にね、ちょっと一言言ってくださいよみたいなことは、まあ、言いたかったんですけど、ひ、まあ、一言も言えず、いざもそういう状況になるとまあ言えない感じの僕はあの性格なんで、はいまあ、何も言えず、はい、でもね、ちょっとあの一緒に何かやりたいなっても気持ちはあったんですけどもね。はい ハーフサンタとハーフニッキーでなんか一緒に何かやりたいなーっていう、ねまあ、気持ちはあったんですけど、まあ、それも何も言えず、はいまあ、淡々と、はい、僕もその用紙に記入して、はいまあ、僕が本当に欲しいやつを書いて、はいね、PS3 っていうね、な、はいまあ、何のボケもない本当に欲しいものを、ねまあ、そこに書きまして、はいまあ、当たるかなーと思いつつ、まあ、あの今も楽しみにしてるんですけども、も、まあ、今も沖縄いろんなところを歩き回ってるんですかねハーフサンタ、ぜひぜひ皆さん。 あの見かけたら、はい、プレゼントちょうだいって言ってくれたら、その業種記入できてね、もしかしたらハーフプレゼントしてくれるかもしれないんでね、はい、ぜひぜひ探してみてください。ハーフサンダーでございます。はい、という感じです。竹、はい、さん、メッセージありがとうございます。では、ここでちょっとイベントを告知させてください。えー、今週土曜日ですね、えー、F ライブという 毎月やってる FEC のライブがあるんですが僕今回ちょっとそれ参加できなくてちょっとあの生命祭りという祭りでネタをするんですよその時間でそちらの方もね時間があるかとぜひ、まあ、近くにいるかと寄っていただけたら嬉しいなと思っておりますあと12月29日ユンタク食堂トークライブを行います場所がバンターハウスですね8時スタートでございますドリンク台だけで入れます、はい、もしおひねりとかねくれたら嬉しいなという感じでございますあと31日、えー 今月の最後の日ですね、FEC カウントダウンライブがあります。そちらの方もぜひ皆さん遊びに来てくださいという感じでございます。はい。まあ、イベントいっぱいありますが、FEC の、ね、ホームページもチェックしてくれたら、他の芸人が出演するイベントも載ってるんじゃないでしょうかという感じでございます。はい。ということで、今日も最後はですね、アメリカンな曲でお別れしたいなと思っております。今日もですね、日記の島ハーフラジオ、お聴きくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。 最後の曲こちら。アリアナ・グランデの「ハニームーン・アーベニュー」でございましたではまた来週バイバイ